おはようございます。釣り子 TV です。デコイのですね、巻き刺しでいいのかな、これ巻き刺しフックマグナムっていうことで、大型のですねフックを80番と60番ってね、2つ買ってきてみたのでご紹介していきたいと思います。価格は585円っていうことで、60番の方は4本入っていて、80番の方は3本入ってますよ。まあまあまあ、こんなね、ちょっと発売が期待されているあのハムのシルエットじゃないですか。6インチから10インチのワームに使ってくださいって、ジャイアントワームモンスタークラスに対応ということで書いてありますけども、こんな形の欲しかったんだよなと思ってね、釣り具屋さんに探してたらね、ドンピシャなやつがデコイから出てるんだなと思ってですね、はい、こんな感じ。このねスクリューの部分もいい感じだな、なんか華奢な感じじゃないですね。でこう針の線形もまあこのぐらいの大きさになるともっとごつく太くなりそうなんだけども、そこまで太くなく、ただ別に弱いっていう感じ、かっちりとしてますんでね。でなんでねこういったのを買ったかっていうと、ここら辺のワームをね買ったんだけどね、合う針がないなと思ってね、馬力シャットの 6.8、 まあおよそ7インチありますよね。これね買ったはいいけど、なんか手持ちの針だと微妙に小さいんだよなーなんて思ってですね、なんかいい針ないかなって釣り具屋さんで物色していたら、このね巻き刺しってね、この超ごっついのがあったんで買ってみたんですね。まあこれね、小さいサイズは動画で釣ったりもしていて、すごい使い心地いいなーなんて思ったんですけども、大きいサイズもね持っとこうと思って買ったんですけども、こんなね手のひらからはみ出るぐらいね、7インチ近くあるんで、これに80番とか、もっと大きくてもいいぐらい、いやここでこう隠すから80番調子いいですね。なんだろう、バリキシャットの 6.8 インチにこれすごいね、いいんじゃないかな。ちょっとはい、ネジネジしてきますよ。もう一周ぐらいかな。はい、ネジネジして、おいでこのスリットのところからこう、ここら辺かな、ここら辺かな、えい、あー、ぴったり賞なんじゃないですか。ここの針先隠すところにね、ちょうどよく針先も隠れてくれて、こんな感じ、こんな感じ、こういう感じのバランス、まもう80番でももっとでかくてもいけるよってスリットはまだ余裕があるんですけどね。今年まあなんかいろいろシャットテール投げてる中で、このね馬力シャットすごいね一番投げ心地が良かったんで、これねここに重り入れたりできますよってことで、こんなね大きめのワームも増えてきたんで、こういうねそれに合わせて大きめで性能の良さそうなね針が増えてくると本当ありがたいなということで、裏にね説明書きが書いてあるので、記録級モンスターバスやソルトターゲットに有効なジャイアントワームの使用を前提としたラージサイズの巻き刺すフック、自重のあるワームをフルキャスとしてもズレや見切れが極めて少ないねじ込み式の巻き刺すキーパーを装備、ヘビータックルでの特大サイズ狙いを想定し、耐久力のあるストロングワイヤーを採用、記憶に残る1匹を取るために絶対信頼のおけるフックです、ということで、ここは巻き巻きして入れてくださいねということで、でここの針のね形についていろいろ書いてあって、負荷を分散させる丸みを帯びたフォルムと、バルキーなワームでもしっかりフックアップさせるワイドゲーブということで、この上に10-0番ってのもあるんですね。10-0番はちょっと買ってこなかったなということで、こんな感じのパッケージで売っておりますので、これね雨が降った後でね、大型のバスがちょっと餌食うぞってねやる気出てる時とかに
こういうのも投げてみたいなと思って一応揃えてみましたよ。まあ60番はね、これブルフラットとかそういうのにこのワイドゲームな感じがいいんじゃないかなと思って60番も買ってみたんですけども、まあ結構昔からこういうね形の針好きで使ってるんですけども、何がいいかっていうとね、あの奥とかにカバーの奥に入れた時にこう枝を乗り越える時に先にこの顎の部分、ここね、ここが先にぶつかってこう枝とかを乗り越えてくれるので、すごいなんかね、根掛かり回避性能がね高いようなイメージがあるんですよね。その分ちょっとあの通常のフッキングの方がもしかしたらフッキングはいいっていうのがあるかもしれないんですけども、どちらかっていうとオープンウォーターでドバーンって投げるときはまた違った形状のねフックとかを使うんですが、この形状をせっかく使うときってのはもうとにかくスキッピングでカバーの奥に奥に入れるね、ソフトなちょっと枝とかね、そういったのを綺麗に避けてきてほしいってね、ここが黄色の役割を果たして先にそのゴミね、これは引っかかってほしくないなっていうゴミとかをどんどん乗り越えてきてほしい時にこの形状を使うことが多いんですね。でそれでまあこういったねビッグワームにも対応した番手がどんどんいろいろとねできてきているっていうことで、早速ですねデコイのやつ買ってきてみました。まあねちょっとこれで実際にね、まあこのサイズなんでどちらかっていうとちょっとゲリラ豪雨とか雨が降った後とかがね効くんじゃないかななんて思いますんで、あとはね春先のね、デカバスが上の御用筋に上がってくる第一次、普段そうですね、アラバムとかでね狙っている魚を狙う時なんかもちょっと試してみたいなね、なんだけどちょっとややこしいところについている、ね、普通の、ね、針むき出しの、セッティングとかだと怖いななんていう時にこういうセッティングでですね、投げてみようなんていう風に考えて買ってきてみました。というわけで本日の釣り子 TV はですね、こちらデコイの、マキタスフックマグナムね、これを買ってきてみたよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。